午後ラウンド来ましたね。はい、来ました。クソ暑いっすね。めっちゃ暑いね、うん、でも風冷たいからよくない？確かにね。いや、よかった。はい、そしてここは太田双葉カントリークラブです、はい、イエーイ。あの、ティーグラウンドで吹っ飛ばしてきましたからね。はい、ここはセカンド地点にいます。はい、セカンド地点。はい、ロングホールですね。あの、御所内の一番ホールです。はい、で、ここで何をやるかというと、はい、まずコースレッスンなんですけど、あの、普通に回るわけではなく、はい、あの、箇所のポイントポイントで、シチュエーション別ですね。あ、それです。はい、うまいね。いやいやいや、私より日本語うまい。うん、シチュエーションは英語ですけどね。はい、あ、そうだね。これ英語出てこないんだ。そうそうそう。なんでシチュエーション別で、はい、あの、まあ、ポイントポイントを絞ってレッスンをしていこうかなと思います。なるほど。で、最後の3ホールはしっかり、はい、自分のプレーをやるんだけど、はい、グリーンとホワイト同じティーグラウンドから、レディースティーから。レディースティーから。はい、そうそう、僕もそう、レディースティーから、はい、そう、俺も、はい、で、パワープレーを目指す。パワープレー、はい、はい、で、ホワイトはダブルボギーペース、プラス2だ、プラス2だを目指すってことで、最初はウォーミングアップから軽く始めていきたいと思います。はい、左足が、はい、なんてチーン、お前だって言うだろ。左足下がりの傾斜地から。左足下がりだよ。行ってみよう。行ってみよう。さて、セカンド地点のね、左足上がりです。だいぶ、あ、左下がり、下がり、わかるかな、置いた時に。いや、わかんないでしょ。わかんない。いやけど、見えないからさ、あっちが、まあそうね、下がってます、だいぶ。左足下がりのポイントは、はい、まあ、ボールをまず真ん中に置くこと、はい、あとは、振る時に体重移動しないこと、はい、まあ、基本的には左足下がりなので、左足体重のまんま上げて下ろすっていう風にやってあげるのが、まあ、理想ですね。なるほど。その方が、まあ、当たりやすいっていうのが一番。まあ、まずね、傾斜地から打つときはもう絶対に当たりやすいっていうのはもう絶対だから。だって振ってさ、飛ばしたいとかさ、おこがましい。確かに、はい。当たれば飛ぶって。そうなんです、当たれば飛ぶ、当たれば飛ぶんです。はい、じゃあホワイトちゃんからやってみましょう。ボールはまず真ん中に置くこと、左足下がりだからね、傾斜に逆らわないってこと。はい、曲げていく。あんまり曲げちゃよくないな。そこまではちょっとやりすぎかな。まあ、軽く、まあ、頭か傾けるだけでもいいですね、軽く。で、あとは、体重移動そのまましないっていうこと。体重移動なんだかわかる？あ、そう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 、そうです。素晴らしい。それをしない。素晴らしい。いつも通り飛ばす感じで、体重移動しないでね。おお、いいじゃない。いいじゃん。飛べばいいじゃん。バッチグ。はい、どうぞ。傾斜から結構ね、やっぱり男性に多いんだけど、振りたがる人が結構いるんだけど。そうなんですよね。当てられれば飛ぶから、ちゃんと。おお、いいじゃん。ナイス。おっと。おお、いいじゃん。ダフんなかった。いやいや、そういうメンタル必要だからね、強さをね、養う。お前が、俺が養えっていう話をね。そうだな。いや、俺は気持ちの切り替えをしっかりしようっていう話だな。おー、いいね。間接球上げたら落とす。おお、一番いい。一番いい。気持ちいい。気持ちいい。ね、一言。気持ちいい。気持ちいい。何も言えねえ。なんか今ので質問とかある？大丈夫？なんかでも一番今日、うん、さっきの練習で分かりやすかった。前に出る感じ。ああ。意識したらすごいできる。うん、おお、そうなんだ。まあ、さっきの練習場のレッスンの時にちょっとこういう風に起き上がっちゃうから。しっかり下に、なるほど、ね、はい、向けてくださいっていう前傾姿勢をしっかり保ちながら上げましょうねっていう、結構女性に多い上がっちゃうのは。あ、うん、なるほど、はい、そうですね、素晴らしい。次グリーン、素晴らしい。グリーンも同じ感じでボールの真ん中に、嘘そう、足の真ん中にボールを置いて、左足体重、ね、僕がちょっと的を、ね、見つけてちょっとグリーンに乗せるっていう、うん、
感じでね、うん、多分乗んないと思うけどね乗らないですか。150あるから乗らない。乗らないね。ほらのちょっと乗せたい気持ちがちょっと出てる。膝を曲げない。おお超いいじゃん。ナイショ、うまい、最高だよ。モーターソングなんで。めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。おお、OK OK、全然いいよ。軽いよけど。え、だってミスってあれなら良くない？確かにそうですね。うん。全然近く行きますからね。行くよ。距離的にちょっともうワンバンテ上。握りたい感じですよね。贅沢言うんだよな。え、なんでも今のがダメなの。今さ膝使ったのよ。使ったね。あのインパクトの時にグリーで悪いところがインパクトの時にうんって伸びる、伸び上がって、あのなんだろう、腰が前に出ちゃって、あそのトップするのがそうなんだけど、トップとかあとダフリーがそうなんだけど、もう全部腰がねこうやって前に出ちゃうの。なんで それを防止するために膝を軽く伸ばしておいて前傾を深くしておくとそうなりづらい、もうなった時には分かる。オッケー。あれだってそんな悪くないからね。悪くないですね。全然いいじゃん。いいねこれ。じゃあ次のラウンドにね抜けてね。左足上がり行きました。はい、はい、80ヤード80ヤード残りですね、はい、ボールの置く位置ポイントですね。ポイントはボールの置く位置は真ん 真ん中で、もちろん体重移動しないように。で左足上がりなんだけど、あの体重は真ん中で OK です。右足体重にしちゃうとね、あのトップしたりとかね、こうなっちゃうですね。そうそうそう、すくい打ちみたいな感じになっちゃうと困っちゃうので、はい、まあ体重は真ん中で、そのまま体重移動せずに振る、はい、で、一番気をつけてほしいことは、ごめんね、一番気をつけてほしいことは、ピンを見ない、はい、自分の身長よりも上にあるものに関してグリーンがよく攻めるんだけどね、すごいさ、なんかさ今のさ間抜け面だね。間抜け面をね、あの前もやったわけよ、さっきも何回もやりたくないよねでこうやって見るわけよ、こうやって、だいたいその時口開いてるんだよね。そうそうそう、開いてる、絶対開いてる。やばいやばいって言うなこれやっちゃうと、あの胸は、あの目線は戻せるかもしれないんだけど、はい、胸とか、まあ、前傾姿勢がちょっと崩れちゃうのね、はい、なんでそれを崩さないようにこのまんま顔だけ、なるほど、あの向くようにしてあげるといいかなと思います。プロとかそうじゃん、うん、こういう感じじゃん。グリーンこうだからだから間抜けづらピンよりもあのピンのまっすぐ真下を見てあげる、だからバンカーのところらへんまで見てあげるといいかなって思います。はい、じゃあやってみよう。おお、よいしょ。それでも超えてっから。そう、超えてるの。そう、何がいいって、そのアイアンで打つときに、まあ、別にその距離をちゃんと。なんだ、ここ80ヤードなんだけど、80ヤードのホワイトの距離でいうと、まあ、大体9番とか8番やんなのね。なんだけど、それをそのまま持ってっちゃうと、そのミスった時にその収集がつかなくなっちゃう。なるほど。からまだミスっても大丈夫なクラブ、まあ、ある程度カバーしてくれるクラブを今は持たせてます。なるほど、はい、肘ね、畳んでね。え、これフルで行った方がいいですか？フルで行った方がいいですよ。フルで行った方がいい。あ、フルってあれ、6割で、あ、ごめん、は、あ、こうだ、こうだ。わー、これは出した今。けど超えるよ。それは超えるわ。で、こっち向くときはこう。
四国。そう。オッケー。肘を縦に畳んで。肘を縦に畳む。肘を縦に。そう。上振るからね。上に抜くからね。はい、オッケー、そうだ。そうするとさ、まっすぐ行くわけよ。飛ぶじゃん、ちゃんと。すごい。マジさ、いいじゃねえよ、馬が。全然褒めてくんな。先下がりやって、はい、あ、腰を落とすか、あ、そういうことか。ほら、行くじゃん。